こちらの原子力の、いわゆる原子力村と呼ばれるところを、20年間歩んだ人間です。外から政府に対してはいくつかの提言をしておりましたが、結局29日、内閣官房参与として、本事故対策に取り組むという日々が始まったわけです。日本で原子力の話がいろんな形で論じられるわけですが、どうも私の目で見る限り、極めて重要なことがあまり議論されていないという印象があります。今日もたった一つ、ぜひとも多くの国民の方々に伝えていただきたいことを中心にお話をしたいと思います。最初に結論を申し上げます。私が一番申し上げたいのは、今この時点において原発ゼロ社会というのは政策的な選択の問題ではありません。つまりゼロ社会を選ぶんですか選ばないんですかという選択問題ではありません。これは不可避の現実だということを申し上げています。つまり立場が推進であろうが反対であろうが何であろうが関係なくやってくる、もう避けることもできない現実になっているんだということを一人でも多くの国民の方に理解していただきたいと思います。ただここでですね、深く見つめておくことがあります。そもそも原発の安全性とは何かということですね。原発の安全性というのは技術的安全性だけではないんですね。本当の原発の安全性というのは人的、組織的、制度的、文化的安全性のことです。実はヒューマンエラーと呼ばれるものはその背後にもっと広い問題が横たわっています。で、一つの分かりやすい例を申し上げると、分かりやすいというには少し辛い例なんですが、 JCO の臨海事故があったわけです。国会事故調査委員会が福島の事故は人災であったということをはっきり指摘してますね。特に誰か個人を責めろというような意味ではなく、組織全体の持つこのなぜ安全が求められる場面でその機能が果たせなかったのかということにメスを入れなければならない。にもかかわらず今何が起こっているかというと、皆さん1年半経ってその原子力行政の改革って何が行われたんでしょうか。いや、それ以前にそもそも組織のここに問題があったというところの指摘がですね、どれほど行われたのかということをやはり論ずるべきだと思います。問題はその長期貯蔵の施設をどこに作るかなんです。暫定保管施設を、これはもう極めて大きな現実的な問題にすぐ直面します。これは解決策というのは政府が強権を発動してどこどこの地域でやるわけにはいかない。これはおそらく政策論的にはですね、一度国民的な議論にしっかり付するしかないと思います。現実に社会全体として原発を進めることによって生まれてきた廃棄物ですから、国民全体としてこの最後の貯蔵という負担をですね、どう分かち合うかという議論から始めないと、何が起こるかといえば今存在しているところから動かせない。したがって存在しているところが貯蔵場所、最悪の場合には処分場所になっていくというような話になってしまうと思います。一つ私は政府と行政がしっかりと理解すべきことがあると思っています。つまりこの苦悩というものが存在し、それがどういうものなのかということに対する認識が私は残念ながら甘いと思います。被爆をされた方々のその被害とは一体何なのかというところがですね、極めて狭い意味でしか議論されてないですね。福島の原発の廃炉だけでも私は30年でもとても無理。あれは普通の廃炉とは全く違う概念ですので、高齢の廃棄物の塊をどうするかという問題ですので、その問題だけ見ても数十年、50年近い歳月は最初から覚悟せざるを得ないです。もし本当に脱原発の方向に向かうのであれば、もう今すでに存在している40何トンかのプルトニウムについてはですね、私は国際的な査察に委ねるような新たな政策論を世界的に提唱すべきだと思います。政策がうまく動かない理由というのは、原子力において最も大切なものが何かということを行政が理解していないからです。例えば行政の方に原子力にとって大切なものは何ですかと聞くと、必ず2つのことをおっしゃいます。安全です、そして安心です。で、確かにその通りなんですが、実はもっと大切なものがあります。信頼ですね。